ポーランド国立図書館は、ポーランドの中心となる図書館である。ポーランド文化国会参照に属している。ポーランド国内で発行された、図書、築地観光物、電子資料、録音資料と映像資料のすべてと、外国発行のポーランド関連資料を収集する。ポーランドの文系の学術図書館の中で最も重要な施設、主要な国家著作物校文書館、 国家書士情報提供機関であり、ポーランド国内図書館のための共用機関でもある。本や学術雑誌、ポーリッシュライブラリーズ、ロックズニックビブリオットッキーならだうじ、ノーツコンツアウォータスキーの出版もしている。ポーランド国立図書館は、ポーランドの各観光物の義務納本を受ける権利がある。ポーランド国立図書館の園限は、18世紀のザウスキ図書館にある。 国会の決議により、上記の図書館は1780年から、当時のポーランド国内に印刷された本のすべてを、義務納本の形式で受ける権利があった。しかし、ザウスキの蔵書は、第二次ポーランド分割の結果、ロシア女帝エカチェリーナ2世の軍に没収され、サンクトペテルブルクへ送られた。そこで、1975年の帝国公共図書館の、 創設時にその蔵書の規定となった。蔵書の一部は移動の際に損害を受けた、もしくは破壊された。盗難されたものもたくさんあった。そのため、ポーランドは1918年に独立した頃、国立図書館の機能を果たす、中枢機関はなかった。1928年2月24日に、イグナツ・モシチツキ大統領の法令で、現在のポーランド国立図書館が創設された。 1930年に開館し、初期の頃の蔵書は20万冊であった。初代の館長は、ステファン・デンブイ。1937年に、ステファン・ブルテル・ビエル・チンスキが引き継いだ。図書館の蔵書が急速に拡張していた。1932年に、モシチツキ大統領が図書館にビラヌフ宮殿のすべての書籍や原稿と写本を寄贈したのが、例の一つとなる。初期の頃、 図書館は自分の施設がなかった。そのため、蔵書は数箇所に分割された。中央閲覧室は新しく作られたワルシャワ経済大学に設置された。1935年に特別蔵書はポトツキ宮殿に移された。現在、ポレモコトフスキエ公園である土地に新しい専用の建物を含む制服域の建設が計画されていたが、 第二次世界大戦の勃発によって阻まれた。第二次世界大戦前、所蔵資料は以下の通りになっていたナチス占領中、1940年に国立図書館はワルシャワ市図書館に変えられ、以下のように分割された、1944年にナチスがワルシャワ法規後の抑圧として特別蔵書を炎上させた。8万冊の本、2万6点の原稿と、 写本、2500点のインキュナブラ、10万の描画や版画、5万点の音符や劇場関係資料が消失した。ワルシャワうちの主要図書館の図書の大半が第二次世界大戦中に失われて、その大部分は国立図書館所蔵のものであった。図書館は1945年に再開された。ドイツとオーストリアに移動させられた資料とクラシンスキや プシェズジェツキ図書館の遺産はポーランドに返還された。1959年にカナダから13の15世紀の宗教本とフレデリック・ショパンの原稿が返還された。1962から1976ワルシャワのポレ・モコトフスキエ公園の側に新しい施設が建設された。現在、ポーランド国立図書館の蔵書は国内の最も豊富なものの一つである。 所蔵の850万点の資料の中に、1801年、以前の印刷物が16万冊以上、原稿と写本が2万6千点以上、音符の印刷物が12万点以上、版画が48万5千以上ある。図書館には他に写真などの画像、13万点以上の地図、地図帳、200万以上の社会記録資料、 それから200万冊以上の図書と100万件以上の19から21世紀の雑誌がある。蔵書の特に貴重な資料の例として挙げられるのは2007年にユネスコ世界の記憶に登録されたコデックススプラスリエンシスの151枚である。2012年に図書館はポーランド図書館の130万件の書誌レコードをワールドキャットに追加する後遺書に署名した。 ありがとうございます。